こんにちは、アンディです。今回読んだ本はですね、ちょっと薄いんですけど、この本なんですよね。石井ゆかりさんの書いた双子座っていうその星占いの本になります。で、ウェブサイト筋トレっていうところを主催されている方で、もう私はちょっと6月9日生まれの双子座なんで、この本ね、ちょっと読んでみたんですけど、あんまりその、占いとかを信じない人にとっては、本当にだから何って話かもしれないけど、結構ね、当たってるなっていうところがあったんですよね。で、実際その双子座ってどういう位置づけかっていうと、ちょっとだけこの話をすると、12個の星座で、誕生日のタイミングにどこに太陽があったかによってその12の星座の中で何あったら何座ですよみたいな話があって、それがまあサソリ座とかカニ座とか、まあ私みたいに双子座っていう話になるんですけど、でじゃあその双子座ってどういう位置づけかっていうと、その12の星座のこの流れっていうのが、お羊座から始まるんですよね。でお羊座、牡牛座、双子座、カニ座っていう風に流れがあって、それをなんか人の一緒になぞらえるんですよね。そうすると3番目の双子座っていうのはどういう立ち位置かっていうと、まず最初のお羊座っていうのが誕生、生まれてくるっていう新しい世界に飛び出してくるっていう。で2番目が牡牛座なんですけど、牡牛座の人たちっていうのはその人の一緒に関して言えば、なんかこう生まれてすぐなんで、いろんなものを知るためにペタペタとなんか触りながら何かをものを認識していくタイミングで、双子座3番目はようやく他者という存在をね認識して、自分と他者との関係性を築いていくために、なんか言葉とか意味ってのを求めるタイミングですよっていうのがあって、で双子座っていうのはそういう性質を持ってるってことを私が初めてこの本を読んでね認識したんですけど、そう言われてみるとそうなんですよね。私の場合は結構今ここに見えてるみたいに本をたくさん読もうという、今覚醒期に入ってるんですけど、人生2度目の覚醒期で、この後に前回の私が大学受験に浪人してる時にこういう風にもうむさぼるに本を読むタイミングがあったんですけど、その時はやっぱりこれをやった後にやっぱ目覚めたんですよね。目覚めたっていうか、その自分の中のなんか現実が飛躍的に向上したんですよ。でそれと同じようなことがあって、すごいもうなんだろう、止まらないぐらい、もうとにかくいっぱい情報が欲しいっていうかね、本を読みたいっていうテンションになってて、まあ私の中でそれを覚醒期って呼んでるんですけど、その覚醒期を超えたら多分また私の理想としている人生に向かって飛躍していくと思うんですよ。だからもう私はこれはもう本能的にね、魂、まあなんだろうな、プラトン哲学で言えばプシュケなのかな、心とか魂ってものがもう本当に欲してるので、渇望してるので、今回本を読んでるんですけど、この本を読むということに対して私がなぜ本を読むのかっていう理由付けが、実はその双子座の意味しているコミュニケーションのための意味とか関係性っていうのを築くのが好きな星座なんですよっていうところでリンクしたんですよ。で、ああなるほどねと。で例えばこういうのをあんま信じない人っていうのは、どの本を読んだってあなたにね合ってるように見えるように書くんでしょうみたいな話もあると思うんですけど、私はちょっと違っていて、ちょっと信じてみようかなと思ってるんですよ。あとはその星占いっていうものに対して知識があんまりなかったので、初めて聞くと、例えば双子座っていうものを支配しているのは水星だと。で水星っていうのはマーキュリーって言われてて、ヘルメスっていう神様の名前がついてたりするんですけど、そうするとそのヘルメスとかマーキュリーっていうのは翼のついた靴を履いていると。で彼らは自由というものが好きなので、その自由というものを求めてじっとしてたくないと、移動してたりっていうのがあって、だから旅が好きなんだ。で旅をすることでいろんなことと出会うので、その旅先で出会うものとの関係性を築いていくときにコミュニケーションっていうのが大事だったりとかね、なんか分からないことがあったら知りたいと思うし、その裏にある物語とか背景ってのを知りたいと思うし、そういう風に好奇心に溢れて自由を求める星の元に生まれてるんですよってことを言われると、もうまさに私はそういう風な人生を生きているので、もっと言うとこの今動画を撮らせてもらってるこれもブレイクスルーアカデミーっていう学習塾のサイトにリンクさせてもらってますけど、そのブレイクスルーアカデミーの求めてるものっていうのも勉強っていうものを単なる作業としてやるんじゃなくて、それは自由のためにやるべきものであって、自由に繋がってないんだってやる意味ないからねみたいな、そういう話をするための学習塾を立ち上げてるとか、私の人生のテーマが本当にまさに自由なんですよ。でじゃあ何がそこまで自由というものにね私を引き寄せているのかっていうところが、私には分からないんですけど、それを客観的に星占いという立場から見ていくと、あなたの星のことはこう双子座でこうで、でそれを支配している彗星がこうで、で例えばその先の一生の中の3つ目だから、その他者との関係性を築いていく星なんですよとか、あとはその十二星座っていうものを春夏秋冬に分けるらしいんですけど、6月9日というのは春から初夏にかけての季節だからこそ、春を感じつつも夏も感じられるという二面性があるんですよとかね。で例えばそれをじゃあ4つのね元素、4元素で分けることもありますと。風とか水とか土、あと火ですよね。でその中で、双子座っていうのは風の性質だと。で風っていうのはやっぱり風通しが良くないといけないから、やっぱその溜め込むのが嫌いらしいんですよね。で私も結構綺麗好きだったり、まあ神経質だったりするので、そうすると部屋が散らかってると嫌だなって思うのは、そういったなんかこう溜め込んでるからとか。でも一方で私はコレクターなので、ディズニーコレクターなので、やっぱコレクションを溜め込んじゃう性質だったりとか、あとこういう風に本をたくさん買いたいと思ったらガンガン買ってしまって、その本が溜まってるっていう状況は確かにあるので、ただ 100% この星座のね占いで自分のことがね分かるかっていうとそうではないんだけれど、そういったことまで書いてあるんですよ。要するにその占いで全て分かるわけじゃない、それは当然ですよねっていう。ただ占いから分かることもある、なんとなく私はこうなのかなって理解できることもあるから、そのために占いってものが存在意義としてあるんですよみたいな話があって、まあそういう冷静な立場から占い見てみると、やっぱり自分のことを理解するにはすごく役に立つのかなと思いました。なので、もし、私は今回ちょっと双子座なんで双子座の話しかしませんけども、よかったらね、石井ゆかりさんの書かれた、例えばウェブサイトもね、筋トレっていうウェブサイトがあるらしいので、そちらの方に飛んでいただくといいのかなと思います。自分のことなんでこんな自分なんだろうとか、自分ってどういうね、理屈で動いてるんだろうとかってことを少しでもね、興味がある方は、ぜひ、星占いの方もね、見てみられるといいかなと思います。今回の動画が何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。
こんにちは、アンディです。今回もご視聴ありがとうございます。この機会にチャンネル登録の方お願いします。それからコメントや評価の方もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。私の日頃のアップデートが皆さんの何かの参考になれば幸いです。それでは他の動画でもお会いしましょう。よろしく。